朝日の匂い。洗いたてのシャツに袖を通して少し背筋を伸ばす。今日の予定を考えながら何度かうなずく。私は真顔で一つ深呼吸をする。本当はゆっくりしたいのに、いつも朝は時間が足りなくなって焦りながら、でも何事もなくいつもの時間が過ぎていく。私の隣ではあの人も同じように焦っているけど、どこか緊張感のない姿がおかしくて、ふと目が合った時わけもなく笑い合う瞳が優しい。そんなどこにでもありそうな毎日は、色褪せることなく毎日やってくる。そんないつもと同じ普通の毎日が幸せだと思う。今日の予定を考えながら何度もうなずく。明日できることは今日やらない。その分今日を頑張りすぎないように頑張ろうと思う。私は笑顔になって一つ深呼吸をする。いつも時間が足りなくなる朝、焦りながらでも愛おしいいつもの時間が過ぎていく。果てしない私の世界を旅しよう。長崎フォトリップは長崎県本田カーズの提供でお送りしました。